こうさん、今日もやってまいりました。久しぶりですね、YouTube の撮影するの。そうですね、本当に皆さん待望のというか。そうなんですかね。まあもともとね、このチャンネル自体はビスタのとのトレーニング動画とかそういったものを上げさせてもらってるんですけど、まあせっかくああいったね番組をきっかけに知ってもらった方がたくさんいるので、うん、まあなんかいろいろあのご質問をいただいたりもね、 YouTube でもインスタでもツイッターでもたくさんあるので、まあそういうのにちょっと答えていくような動画も上げつつ、ビスタのそのトレーニングも上げつつ、なんかいろんなコンテンツをやるチャンネルにできたらなとは思ってます。ということですね。まあ、今日は結構もう YouTube とか、まあ、いろんなところからコメントが来てるので、そういうのを中心に聞いていこうかなと思うんですけど、はい、まず、好きなものシリーズですね。好きなものシリーズ、それこ答えていいレベルのやつですか？答えていいレベルのやつです。あ、わかりました。影響はないです。了解しました。はい、まずですね、もう公人ですから私。公人もう公人なんで、ちょっと芸能人です。はい、芸能人です。おい、ちょっと脳に悪意あるな。はい、何でも答えます今日は。はい、ということでまず最初、好きなブランドですね。ブランド、ファッションブランドですか？そうですね、インスタとかやっぱりこうさん見てると、うん、まあ、服のセンスがいいとか、おお、嬉しいですね。あのブランド何なのとかってよく質問くるじゃないですか。うんうんうん、その中でもやっぱり好きなブランド、はいはいはい、何があるかなっていうのをちょっと聞きたい人が多いんで、何がありますか？あの実はね、ブランド絶対このデザイナーこのブランドが好きっていうのは実はあんまないんですよ。なんでどっちかっていうとデザインとか色味とか欲しいアイテムでどのブランドのものが一番自分のイメージに近いかなみたいな探し方するんですけど、なんだかんだでこうデパートとかショッピング行く時に寄ってしまうブランドだったらやっぱあって、はい、はい、1つ目は今日も着てるんですけどグッチですね。なんかね、なんかグッチのあのトラディショナルなクラシックな感じの服とか色味が実は結構好きで、グッチは見に行っちゃいますね。まあすごいたくさん買うってわけじゃないんですけど、まあグッチ、あとはバレンシアガもそうですよね。オーバーサイズが僕は好きで、はいはい、変な話なんですけど、まあ、筋トレさせていただいてるんですね、はい、変な話なんですけど、まあ結構いい体だしてるんですよ。でなってくると、なんかこうピチピチな T シャツ着ると、なんか前もちょっと言ったかもしれないですけど、ちょっとアピールしてるような感じにこう映っちゃうんで、うん、なんか個人的にはこう脱いだ時にワオってなるようなね感じにしたいんで、普段は割とオーバーサイズを着ることが多いね。まあバレンシアガとは、まあちょっと品がいい、それこそビジネスでも使えるビジネスカジュアルとかで言うとメゾンマルジェラとかですね、ああいうちょっと綺麗めな、でも形とかディテールにこだわってるようなブランドっていうのは好きで見ちゃいますね。なるほど。インスタとかにも見れば撮ってたりしますか？そうですね、まあインスタのフィードって基本的に自己紹介だと僕は思ってて、パッとこれってどんな人なんだろうと思った時に、あ、服好きなんだな、うん、ってのが人に伝われば嬉しいし、僕はインテリアとかアートも好きなんで、まあそういう自分の好きなものをただただ載せてるっていうだけですかね。ではですね、次の質問ですね。日本で好きな場所、まあ旅行先だったり、まあちょっと今旅行行けないんですけど、はいはいはい、過去に行った旅行先だったり、あとお店ですね、うん、飲食店とか特に。はいはいはい、あれもうやっぱね、東京。東京、うん、僕ね東京好きよ。東京好き。うん、なんていうかね、なんか東京ってやっぱいいよね。抹茶綺麗でしょ。あ、ご飯美味しいでしょ。東京いいよ。東京が好きっていうのは中国語でちなみにどういうんですか？あ、我喜欢东京って言うんですけど、やっぱね東京は本当文化も集まってる、何よりこう刺激がたくさんある、なんか普段出くわさないような人、それこそ芸能人だって見かけるじゃないですか、うんうん、だからなんか本当にいろんな刺激があって、なんかやっぱそういった意味では東京は僕すごい魅力的だなと思いますね、うん、でまあ旅行的な観点で過去自分が行った場所で好きなっていくと、うん、大阪、福岡、はい、名古屋、僕大都市が結構好きで、あ、まあ、当然その土地土地の文化が根付いてるのもそうなんですけど、うん、結構県民性っていうか、うん、あるなと思っていて、例えば、うん、大阪だったら本当に気軽に声かけてくれたり、うん、気軽にこうなんか接してくれる感じ、うん、なんかああいう明るいそのなんか性格というか県民性はやっぱり見ててスカッとするし大好きなんですよね、うん、福岡に関して言えば圧倒的にというかね、人が親切、まあ、九州にもしかしたら当てはまるのかもしれないんですけど、本当になんかね、道を本当ただ聞いただけなのに連れてってくれるんですよ。あ、そこまで行きますよみたいな。長崎行った時も、九州、あの福岡行った時もすっごい親切、なんか道わかんないんですけどで Google マップ見ろよって感じなんですけど、それをね全然嫌がらずに、じゃあ私連れて行きますねとかって言ってくれて、あととにかく女性が綺麗な方が多い。ありますよねこれね。そうですね、一応僕も熊本出身で福岡とかよく行ってたんですけど、はいはいはい、だとこう探すじゃないですか、うんうん、綺麗な人、はい、けど向こうは入ってきますよね。あ、もうすっと綺麗な子がっていう感覚です。移住です。移住です。移住します。
ていう感じで、まあ福岡もあとご飯が美味しいですね福岡は。なんせまあ大阪も福岡もグルメだし美味しい、うん、名古屋に関してはやっぱりね一見ちょっと入りづらい雰囲気はあるんですよ名古屋って。なるほど。なんかこう外の人を見るようなじゃないですけど、うんうんうん、ある種こう距離をいい距離を保ってくるんですよね名古屋の方って、はい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 、でも気づいたんですけど仲良くなるとめちゃくちゃ仲良くなる。なんかだから最初のエントリーバリアは名古屋の方ってちょっと高い印象あるんですけど、うん、一回心を開いたり一回いいと思ったものとか人に対してはとことんこう、こうコミットしてくれるっていうか、なんかそういう名古屋も僕は大好きでご飯も美味しいし、うん、ずっとご飯だな言ってたらだから名古屋も好きですね。あと旅行行った場所で好きだやっぱ沖縄かな。僕あのハワイに行ったことないんですよ。そう中国人なんでアメリカのビザが取れないとかいろいろ過去あって、大学の時の修学旅行とか大学生ってみんな来週行こうぜみたいなノリで言うじゃないですかそれが僕は当時来週ビザないけどみたいな感じで行けなかったんで、ずっとハワイには憧れがあったんですよ、うん、でもずっと行けずにで、そうすると日本で沖縄に行くんですけど、やっぱ沖縄の海綺麗だし、なんか僕の中では沖縄イコールハワイぐらいの気持ちですね。だからなんかもう34までハワイ行ってなさすぎて、いつ誰とどのタイミングで行っていいかちょっと分かんなくなって、もう完全にハワイ童貞。なるほど。これどうしてかもうこじらせちゃってますね、ハワイに関しては。はいはい、コメント欄でね、うん、今のお話とかを聞いて、いろいろ各々の視聴者の方の意見とかも聞きたいですよね。そうですね。逆になんかここ来てくださいとか、ここ絶対もっといいですよとかって言ってくれたら、なんか行きたい、なんかいつも旅行行くときにどこかなとかって、うん、なんかまあ近郊だからね、軽井沢とか伊豆とか熱海とか行きがちなんですけど、うん、ここ来てとかこんないいものあるよって教えてもらえたら、うん、すごいむしろ行ってみたいですけどね。なるほどですね。あとですね、これちょっとマニアックな質問を最後したいんですけど、好きな香りですね。あ、もうね一択ですね。昔から街でこの香りを感じたらゾクゾクするというか、ドキドキするというか、ヌルヌルするというか、なんかもうねすごいんですよ。もう香水の、はい、クロエ、なんか一回流行りませんでした、女性の間でなんかクロエの香水みたいな、ちょっと品番というか名前まで分かんないんですけど、はいはい、もうね5割増しですよ、あのクロエの香水つけてる人って。もう分かりやすいのね、女性にそれ言うと、ああねお前もかみたいな、クロエ好きなんかみたいな顔されるんですよ。先に言っときます、分かりやすいんです男子って。あの匂いはねなんかそそっちゃうんですよね、大好き。なるほど。そういうちょっとクロエのせいみたいな、うん、なんか全部雪のせいだみたいな感じで言いましたけど、全部クロエのせいみたいな。だから本当に街で出会った人とか打ち合わせに来たその方がつけてるその匂いで、あ好きみたいな結構ねある単純なんですけど。なるほど。大好きですね、クロエですね、はい、これは女性をつけても気になってる男性にももしかしたら。そうですね、まあ僕が保証できるのは少なくとも僕は好きになるってことだけで、他の男性がそれを気に入るかどうかちょっと分かんないです。僕は絶対的に好き。なるほど。好きな香りは黒みたいな。そうなんですよ。ということですね、はい、分かりました、ありがとうございます。まあこういう感じで好きなものいろいろ答えてくださったんですけど、はい、まあ今後もこんな質問とか、はいはいはい、コメントいただいたものもちょっとピックアップしながら書いていこうと思うので、あもう何でも聞いてください。なんかね逆に言うと DM とかたくさんいただくんですけど、うん、全員にねなかなかお返しすること難しいんですよ。たくさんそのいい言葉も悪い言葉も質問も来る中でお返しができないんですけど、 YouTube とかでね、うん、聞いていただける分には質問ピックアップしてこうやって回答する時間をいただきたいなと思ってるんで、うん、何でも聞いてください、何でも答えます。はい、はい、ありがとうございます、はい、また次の動画ですね、はい、皆さん楽しみにしてみてください。今日はありがとうございました。ありがとうございます。またね。